カブコブチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。浦和レッズの西川周作です。現在新型コロナウイルスの影響で厳しい毎日が続きますが、みんなでこの難局を乗り越えましょう。ステイホーム、うちで過ごそう。ということで、今日は浦和レッズの選手が自宅で行っているトレーニングを紹介したいと思います。皆さんぜひお家でやってみてください。イエイ。僕が紹介するトレーニングは、子供ともできるトレーニングを紹介したいと思います。さあ、トレーニングをやってみましょう。10分から15分で終わります。トレーニングをやる前に、まずはウォーミングアップをしてください。肩を回してください。足首も回してください。反対に回してください。トレーニングをやる前にウォーミングアップは非常に大事です。有酸素トレーニングを取り入れたいので、まずはスタージャンプというジャンプを行います。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、全部で20回です。10、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。ここで10秒の休憩です。次は肘をつくので、タオルを用意してください。レッツのタオルだったらベストです。10秒休憩の後は体幹トレーニングです。タオルを床に敷いて肘をつけてください。このトレーニングは1分間行いたいと思います。よーい、スタート。この時のポイントは、お尻を上げすぎずに、そして下げすぎないこと。真ん中をキープして呼吸をしてください。お尻にしっかり力を入れてください。ここで30秒経過です。きつい人はこの30秒で一度休憩をしてください。そしてまたすぐ始めてください。できる人は1分間続けて頑張ってください。残り15秒です。頑張れ。ラスト10秒。9、8、下げない、頑張れ。3、2、1。素晴らしい。ここで10秒休憩です。2種目目の有酸素運動です。用意、始め。20秒間思いっきり走ってください。その場で5、6、7、8、9、もっともっと、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。ここで10秒の休憩です。10秒の休憩の後は、次はお尻に刺激を与えたいと思います。1分間頑張ってください。よーい、スタート。呼吸も忘れずに行ってください。頑張れ。お尻を下げないように気をつけながら、できるだけ高くキープしてください。はい、ここからできる人は足を上げてください。できない人は一度休憩して、もう一度30秒間キープを行ってください。1、2。すごいね。あれ、いいよ。できなかったらキープで。できる人は足を上げる。すごくお尻に刺激が入っていいトレーニングだと思います。ラスト5秒。
ラスト。はい、お疲れ様でした。最後の有酸素運動はお尻にかかとをキックするヒールタッチです。皆さん20秒間頑張ってください。いきます、よーい、はじめ。できるだけ早く行ってください。残り10秒、5、4、3、2、1。はい、10秒休憩です。10秒休憩の後はサイドの側筋と体幹を鍛えるトレーニングを1分間頑張りたいと思います。それでは準備をしてください。1分間いきます、よーい、スタート。できれば手はまっすぐ上げてください。これがきつい人は手を下ろしたり手を上げたりしてください。これがきつい人は足をクロスしても大丈夫です。できる人は足をしっかりと乗せてキープしてください。今30秒経過しました。きつい人はここで1回休憩をしてください。そしてまたすぐ始めてください。呼吸も忘れないように、ここがしっかりとキープされているのを感じながら行ってください。残り10秒です、頑張りましょう。1、5秒、4、3、2、1。はい、 OK です。体幹トレーニングはバランスよくやるのがいいので、前もやったら後ろもやる、右をやったら左をやるということを心がけてやってみてください。それでは反対側1分間いきましょう。準備はいいですか？ 3、2、1、GO!反対もできる人は手をまっすぐ上げてください。頑張れ頑張れ頑張れ、そう、ついても諦めない、すぐ戻して、そう、頑張れ頑張れ頑張れ。はい、30秒経過です。きつい人は1回休憩してください。そしてまたすぐ頑張ってください。できる人は1分間倒れないように頑張って、残り20秒です、頑張れ。ここからきつくなります、耐えて、お尻を下げない、呼吸も忘れない。10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、 OK です。皆さん、トレーニングはどうでしたか？有酸素運動を夜やるときは近所迷惑になったりすると思うので、体幹トレーニングだけで大丈夫です。明るい時間帯で有酸素運動も取り入れて体幹トレーニングを行ってください。僕の娘もお風呂前に体幹トレーニングをやってるかな？はい、やってます。きついですか？はい。最初はきついと思うんですが、しっかりと継続することでいいトレーニングにつながると思うので、ぜひ続けてやってみてください。西川でした。皆さんこんにちは、ウラレッズの鈴木大輔です。今日は僕の在宅トレーニングを紹介したいと思います。僕は腹筋を3種類紹介したいと思います。まずは普通に寝てもらって足を曲げます。で、手を上に、真上に、真上ですね、真上に伸ばします。そしてこの伸ばしている手を真上に上げるように1、2、
はい、2つ目は、まあ、皆さん何でもいいんで重り、まあ、荷物でもペットボトルでも何でもいいんで重りを持ってもらって左右に振るというのが特徴です。こんな感じで足を上げて重りを左右で、この時体の芯がぶれないようにコントロールしながらやります。これ10回やります。これが2つ目です。はい、最後はこれです。寝てもらって片方の手を横につきます。で、片方の手は伸ばします。で、対角線に斜めになるように上げてください。で、戻すときは手はここストレッチかけるために伸ばしきります。で、これを1、2、3、こんな感じでこの真上でタッチできるように、これを10回で、逆も同じように伸ばして真上でタッチできるように10回やります。はい、皆さんどうでしたでしょうか。これが僕が自宅で実践している、腹筋のトレーニングになります。皆さんもぜひサッカー選手のような割れた腹筋を目指してトライしてみてください。ありがとうございました。浦和レッズの柏木雄介です。僕が今家でやってる在宅トレーニング、まあ、またはストレッチを皆さんに紹介したいと思います。よろしくお願いします。まずはこの肩甲骨あたり、肩、肩甲骨、背中あたりを、ストレッチしていきたいと思います。まあ、これをすることによってすごいなんか肩凝ってるなとかちょっと疲れてるなっていう人もすごく、体が楽になるんじゃないかなと思います。始めます。まずうつん這いになり、そのまま手をまっすぐ伸ばします。そしてお尻を後ろの方に下げてこの辺りを伸ばす感じで5秒ほど伸ばしてください。で、これを2回繰り返します。そしたら次は手を真ん中に両手合わせる感じで同じように繰り返してください。じゃあまた四つん這いに体勢戻って、まず右手を左手の前の方に行き、さっきと同じようにお尻を下げる感じで伸ばしていきます。ものすごくここが伸びている感じを感じてもらえたらなと思います。次はちょっとお尻を横に突き出す感じでこう今度はこっちから全体を伸ばすようなストレッチをしてください。逆も同じです。手はまたやってる方の逆の前に行く感じです。とりあえずストレッチはこれです。さっきのストレッチを使ったのでやっぱこの辺を伸ばす感じでちょっとトレーニングしていきたいと思います。この股関節前を伸ばすような感じで、やってもらって、まず体を前にやると同時に足をちょっと伸ばしてここのハムストリングのストレッチをします。そして戻っていって、この時に一回伸ばしてから前に出している足の方の手を下げて、逆の手を上に伸ばしていく感じで、足が後ろになっている足の脇腹を伸ばす感じでこっちの腹筋の方、腹筋締めていく感じで、これを5回ほど繰り返してください。
じゃあいろんなとこストレッチされながら、体幹を使いつつ脇腹を締めるというトレーニングになります。逆も同様で、ストレッチなんですけど、これやってるだけでも結構な汗をかきます。次はまあ皆さんもやったことあるかもしれませんが、今までやったのとちょっと合わせた感じで、まず、左手右足を縮めます。そしてこの後ピンと伸ばします。この時指先も足は逆にかかとを突き出す感じでまっすぐやってください。で、これが1本の線になるように、これをできれば10回ぐらい続けてもらえると、お尻と体幹とバランスね、そういうのを意識しながらいいトレーニングになるんじゃないかなと思います。でもちょっと説明下手なんで、あとはチームの方でよろしくお願いします。僕のは簡単ですけど、他の人たちのいろんなトレーニングがある想定で、ちょっとストレッチも含めて、いいトレーニングしてもらえたらなと思います。皆さんも、長い休みなんですが、できるだけ不要不急の外出は控えて、皆さんで、いい時間を過ごせるように、そして一人一人がいい意識を持って、頑張ってやっていきましょう。以上、柏木陽介でした。